4回目のエスペランサ TV です。それでは早速先週末のテーマをどうぞ。倒れそうな時もう前に進めないって感じた時諦めようと思った魂が願う夢をもう何もできないって全てを投げ出したくなってどうしても後ろばかり見てるだけど閉ざされてこの先に道はないって感じた時誰の期待も見えなかった魂が願う明日を US 選手のグシケイジ君がボリビアの、一部リーグにいるチームに行くことになりました。おめでとうございます。そこのチームにいることによって、ボリビアの代表などに選ばれる可能性があるので皆さんぜひ応援よろしくお願いします。それではグシ君のインタビューをどうぞ。自分は、小さい頃からやっぱりそのボリビアでサッカーすることをその自分の中で決めていたというか行きたかったので、こういうチャンスが来てとても嬉しいです。選手のインタビューです。エスペランサ ECU15 山本崎也です。今回の試合で、初戦で2ゴール決めることが決まったです。これからも勝って2部に昇格するので応援よろしくお願いします。ハベマリア、クワンドセラスミア、スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回のフレーズはこちらです。メスボアラウト、メスボアラビス。メスボというのは乗るという意味で、メスボアラウト車、メスボアラビスというのは自転車という意味になります。皆さん夏なのでいろんなところにお出かけすると思いますので、ぜひ使ってみてください。夏休みなの
定です。夏休みはユースの試合などトップの試合にたくさんの試合があります。皆さん最後にチェックしておいてください。それと来週からは、スプランス TV が1週間休みになります。アルゼンチン研修などあるので皆さんぜひそちらも注目してください。今回のスプランス TV はここまでです。皆さん最後に見てくれてどうもありがとうございました。それではまた1週間後、バイバーイ。